天使をご紹介いたします。昨年の北区の都議会の補欠選挙、日本共産党は立憲民主党の斉藤理恵さんと政策協定を結んで支援し、共に戦いました。今日はその立憲民主党の斉藤理恵さん、前北区議会議員が駆けつけてくださいました。斉藤理恵さん、よろしくお願いいたします。立憲民主党の斉藤理恵です。本日は日本共産党の演説会でこうしてご挨拶の機会をいただき、心からお礼申し上げます。ありがとうございます。先ほど会場に着いてから久しぶりにお会いする皆さんのお顔を拝見してますと、1年前のここ北区での都議補選でのあれやこれやがついこの間の出来事のように懐かしく蘇ってきました。池内沙織さんをはじめ北区議会議員の皆様からも熱いエールを送っていただき、一緒に走り回っていただきました。改めまして感謝の気持ちをお伝えさせてください。政党の垣根を越えて市民と野党が手を携え、こんな東京都政はおかしいよね、やっぱり変えなきゃいけないよねと一緒に声を上げて戦うことができたことは、とても意義があることだったと考えています。7月4日の東京都議会議員選挙に向けて、私は今大田区で活動しています。北区で曽根はじめ都議会議員が市民と野党の大切な議席を守り、そして大田区で日本共産党の藤田良子都議会議員と立憲民主党の私、斉藤理恵が揃って結果を出していくことこそが、
コロナ禍で苦しむ多くの東京都民に寄り添う優しい東京を作っていくことにつながると確信しています。言葉は高齢者も東京者も誰がどれどれのことで東京は誰がどれどれどれまどんどたびどぶい頑張ってやとばとん。子どもも高齢者も障害者も誰一人取り残さない東京を私たちの手に取り戻すために共に頑張っていきましょう。本日はありがとうございました。斉藤理恵さん、ありがとうございました。リスピークは北区の清野恵子区議会議員でございました。